ゼレンスキー大統領、反攻宣言。間もなく重要な戦闘が始まる。クリミア半島で大規模火災。ロシア軍周辺の足並み乱れ。主力部隊が撤退危機。ロシアの侵略を受けている。ウクライナのゼレンスキー大統領は4月30日、間もなく重要な戦闘が始まると述べ、大規模反攻の開始時期が近いことを示唆した。ロシアが実効支配する南部クリミア半島で発生した大規模火災も反攻の前触れとみられる。対するロシア側は、民間軍事会社ワグネル創設者のプリゴジン氏が国防省への不満をあらわにし、東部戦線からの撤退の可能性があると指摘した。軍周辺の足並みの乱れはプーチン政権の指導力の低下を浮き彫りにしている。ゼレンスキー氏は国境警備隊の日に合わせた演説で、侵略者が私たちの平和を奪うことは絶対にないとも述べた。ただ、欧州メディアなどのインタビューでは、ロシアとの戦争が数年、もしくは数十年続く可能性があるとしており、厳しい戦いが続くとの見方を示した。ウクライナ軍のフメニク報道官は同日、クリミア半島セバストポリで29日に起きた石油備蓄施設の火災は、無人機、ドローンによる攻撃で、ウクライナ軍が計画する大規模な反転攻勢の準備の一環だと述べた。ロシア軍は浮き足立ち、家族を半島外に移動させているとも発言。大規模反攻の準備が進んでいることを示して、ロシア側の動揺を狙ったとみられる。大規模火災が発生したセバストポリには、ロシア黒海艦隊が司令部を置く。怪我人は出なかったが、ウクライナ軍当局者は、同艦隊用の計4万トン超の容量を持つ10以上の石油タンクが破壊されたと述べた。ロシア国防省は30日の戦況説明で、激戦が続く東部ドネツク州バフムトの西部で新たに4つの街区を支配下に置いたと表明した。だが、バフムトでのロシア側の主力部隊であるワグネル創設者のプリゴジン氏は、弾薬の供給問題が解決されなければバフムトを放棄し前線を明け渡すと宣言。ショイグ国防相に対し最後通告を突きつけた。プリゴジン氏はウクライナの反転攻勢が5月15日までに始まるとの見方も示し、ロシアにとって悲惨な結果をもたらすと指摘した。筑波大学名誉教授の中村逸郎氏は、ワグネルはスーダン情勢に関与しているとの情報も浮上した。民間軍事会社である以上、資源もあるスーダンの方が金になると考え、ウクライナ戦線から離脱する可能性があるのが現状だ。プーチン氏にとっては、官僚的な正規軍よりも戦争のプロ集団であるワグネルを頼りにせざるを得ない。軍事組織の対立を統制できず、反攻に抵抗できる体制が十分に整っていないのではないかと分析した。4月27日に NATO のストルテンベルク事務総長が、1500台以上の装甲車両と230両以上の戦車を合わせて1700を超える戦闘車両をウクライナに供与したと報告している。これは約束した戦闘車両の 98% 以上だと。ウクライナは供与された戦闘車両を作戦に応じて振り分け、反攻に向けた配備をほぼ完了したのだろう。連携するパルチザンの活動も活発になっているので、ウクライナ軍の作戦開始は間もなくであろう。ロシア軍、バフムトの一部陣地から撤退。ウクライナ司令官。ウクライナ軍司令官は1日、東部ドネツク州の激戦地バフムトで、ウクライナ軍の反撃により、ロシア軍が複数の陣地から撤退したと明らかにした。ただ状況は依然として困難としている。シルスキー陸軍司令官はテレグラムに投稿した声明で、状況は非常に困難だとする一方で、市内の一部の地区では、我々の部隊の反撃を受けて敵はいくつかの陣地から去ったと説明した。4月30日に前線を訪問した際に述べたという。ロシア軍は大きな損害を受けながらも、空挺部隊や民間軍事会社ワグネルの戦闘員を絶えず戦場に投入しているとし、しかし敵は町を支配することができないと指摘した。ウクライナはバフムトからドネツクの西に位置するマリンカまでの東部戦線の一部で敵の攻撃を36回以上撃退したと明らかにした。人口からすればロシアが有利になるが、戦争の指揮を取れる幹部がいない。
ウクライナは自国を守るために必死である。そこが違う。ワグネル側にいれば給与がもらえると入隊した者も多い。刑務所から出るために入った者もいる。必死さが違う。 YouTube で見ると塹壕を挟んで肉弾戦である。手が届くような場所で撃ち合ったり手榴弾を投げている。日本のような山がないようだ。北海道で戦っているような感じ。補給ができなくなった方が負ける。塹壕も上に丸太をかぶせたところを拠点にしているだけで、ハラハラするような戦い。ロシアのミサイル攻撃も減っている。黒海のタンク火災も影響するはず。韓国 155mm 砲弾30万発を米軍に貸与。ウクライナに回る。ゴミ幼児の朝鮮半島は今すでに戦地で使用か。自衛隊へ貸与要請もあるか。いつ終わるとも知れないウクライナ戦争。深刻な事態だが、結局は遠いヨーロッパでの出来事と感じているかもしれない。ただその戦争の現場にお隣韓国の砲弾が持ち込まれていると聞けば驚くに違いない。その砲弾は 155mm 砲と呼ばれるものだ。先端が尖った形をし、兵士が大型の発射台から手作業で撃つシーンをニュースなどで見かけたこともあるだろう。戦争が起きたなら被害が大きくなる地上戦ではなく戦闘機を繰り出して戦えばいいだろうと考えがちだ。ところがロシアはウクライナの地対空ミサイルを警戒して戦闘機を飛ばさず、あえて戦車を中核とした地上戦を展開している。戦車の砲弾は通常射程が10キロ程度しかない。ウクライナは開けた平地が多いため、ウクライナ軍はロシア軍の戦車の動きを把握した上で射程が40キロほどある 155mm 砲弾を発射すれば一方的に戦車を破壊できる。ウクライナはこうやってロシア軍の地上からの侵攻をなんとか防いでいるのだ。1日3000発使用で在庫底をつく。問題は桁違いの使用頻度だ。米国防総省によるとウクライナ軍だけで1日に約3000発の 155mm 砲弾が使用されているという。過去1年間で100万発以上消費したという推計さえある。これまでは米国が100万発以上をウクライナに送ったものの、すでに在庫が底をつき生産も間に合わなくなっている。このため欧州連合 EU が支援を表明。オースティン米国防長官も新年度予算に米国内での弾薬生産能力を増強するための費用を計上するなど生産に拍車をかけているが、間に合っていないのが実情だ。そこで注目を浴びているのが韓国。韓国は北朝鮮との地上戦に備え 155mm 砲弾を大量に保有している。韓国は日本と同様戦争地域に自国の兵器を輸出しないという原則を持っているが、すでに10万発を米国に輸出している。さらに米国からの再度の要請を受けた韓国の兵器メーカーが新たに50万発を米国に貸与する契約を結んだ。韓国東亜日報と報道されている。あくまで貸与であり、新たに生産された砲弾をいずれかの時点で米国から返してもらう。だから戦争地への輸出ではないという都合のいい理屈だ。先に輸出された韓国産の砲弾はハングルで書かれた製造番号、製造地などが消され、すでにウクライナに到着したとの報道。韓国のケーブルテレビ JTBC もある。すでに戦闘で使われている可能性も指摘されている。米政府の秘密文書にも 155mm 砲弾支援の記述が。この問題は思わぬ方面からも漏れ出した。最近オンラインで流出した米国政府の秘密文書の中に、米国が韓国に 155mm 砲弾を要請すればどのように対応するかをめぐり韓国の政権幹部の議論内容が含まれていた。この文書によれば、米国が韓国に要請した 155mm 砲弾量は33万発で、これを韓国から欧州に移送するのに72日かかるという具体的な日程まで提示されていた。ユン・ソンニョル大統領は4月23日から米国を国賓訪問する計画で、 155mm 砲弾の貸与はこれに合わせて進められたものとみられている。ユン大統領自身、最近ロイター通信とのインタビューでウクライナへの支援をめぐり民間人に対する大規模な攻撃など
国際社会が容認できない状況が発生した場合、人道的または財政的支援のみを主張するのは難しいかもしれないと話し、ロシアの強い反発を招いている。国際社会が容認できない状況という前提条件はあるものの、場合によっては公式に武器支援を行う可能性を示したものだ。安保空白招く国家反逆罪との批判、日本に飛び火も。一方、韓国内では野党を中心に砲弾貸与は韓国の戦闘力に問題が生じ、安保空白が起こるとの批判が巻き起こっている。北朝鮮がこの隙に乗じて挑発を行いかねないということだ。元国会議員で防衛問題に詳しいキム・ジョンデ4世代統一研究院客員教授は、 YouTube の時事番組や自身の SNS を通じて米軍に貸与するという50万発の備蓄弾薬は大韓民国の命綱だとし、もし韓国軍の備蓄弾薬をこっそり海外に搬出したならば国家反逆罪に相当すると反対の姿勢を表明している。当事者である韓国国防省は一連の報道に沈黙を守っている。 155mm 砲弾問題は韓国だけの問題にとどまらないかもしれない。日本政府は昨年3月、ウクライナにヘルメット、防弾チョッキといった殺傷能力のない防衛装備品を輸出した。ウクライナが防衛装備品の提供が禁じられる紛争当事国に当たらないという苦しい説明だったが、今後米国から別の形での軍事物資の支援を求められる可能性もあるだろう。